画面の前の皆様、こんにちは。メラビト Q でございます。本日はデッドバイデイライト、ハントレスの方を使ってね、遊んでいきたいと思います。で今回はね、ちょっとした実験を、含んでおりまして、いつもよりね、ちょっとマウス感度を変えております。はい。マウス感度ね、まあ、ゲーム内感度っていうのとマウス感度っていうのがあって、まあ、ゲーム内感度はね、私キラ90に設定してあるんですけど、マウス感度がね、DPI っていう単位で表されていて、1インチそのマウスを動かした時にどれぐらいこのポインターが動くかっていうのがその DPI っていう数値なんですが、多くの、ね、ゲーマーの方が400とか800とかにね設定している中、私普段2400でね、遊んでおります。めちゃくちゃ感度が高いと。で、今回はですね、さらにその2400の DPI を倍にして、4800でね、いっております。なんか3500以上はね、あんまりその信用性のない数値らしいんだけど、まあね、今回は、お遊びということで、4800にね、しております。さっきね、一回やったらね、いたぐるすらまともにできなかったよ。一応、ハントレスのデイリーは終わったから、なぎょうの4回はクリアしたんだけど、まあね、そんな感じでやっております。トーメントクリークですか。ちょっとね感度高いんですよね。これはね今ちょっと本当に4800になってるのか分からなかったからちょっと感度変えたんだけど、変えてみたんだけど、ここら辺の細かいのがね効かないよね、なかなか。ならば、あら、窓枠飛びそう。奥か。おっと、なんで今投げちゃった、なんで今投げたんだ私。よいしょ、とりあえずこのネアちゃんを捕まえまして釣っていきましょう。よいしょ。その前もなんかマウス感度の話したんだけど、2400でもだいぶ高いのよね。それをさらに高めてるんで、もうねこれはねやばいやばいとしか言いようがない。うそん、こっちもやってたでしょ。さてどこでどう戦おうかな今回。普通にやってますけども、当てづらいのはね確か普段より。あらららら、よいしょ。でね、なんだ、そう、普段もねあえて近寄られるとちょっと厳しいんだけど、まあ、普段よりもさらに厳しいね、ああやって近距離の手を当てるのは。だからね、板倒してもらって当てるとかそういうのぐらいしかできない。まあ、早速フシが抜かれていきましたが、多分出してるのはまだアップデが来る前だとは思うんですよね。なので、いやーここら辺にいたでしょ。まあフシがね最初から抜かれるっていうのが、まあ、これがね今度からの伝統といいますか。とりあえず投げとくか。とりあえず一発投げておきまして、どこにいるんだろう。あそこはやってないんだよな。あそこやってたら破滅壊してるもんな。あ、いた、いた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 。これ違うタイプのレアか。ああ、まあそうだよな。おっと、こういうところよね。オッケー。こういうところのね調整がね効かない。
そのままか。じゃあいいや。もう追わない、ああいう人は。いや、そもそものなんか索敵能力に難があるような気がしてきたぞ。あ、ていうかあれはあそこの発電機つけたのにあの破滅には気づいてないのか。珍しい。もう回復してるじゃん。ああ、今のとかもさ、オッケー。なんであの近距離が当てられずに今のが当てられるんだよって話ですが、ちなみにこの人は普通に割った方がいいですね。よいしょ。よいしょ。でまあ破滅が生きてくれてるおかげでね、なんとかまだ持ちこたえておりますが、まあ、いつもねあの不死の枠アイアンメイデンだから。やばい。あれか、欺きか。ミスった。あれ奥に逃げたか。わっとどこ行った。なるほど。よいしょ。 OK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 、 なんとかなってるよ。よいしょ。さすがにね、やっぱね、あのこの構成だとあんまりダウン取れないかなと思って破滅にしてるんですが、それがねうまく刺さってるわ。よいしょ。あーっと固有がつく。まあいいか、そこやってないし。多分固有から出てくると思うんだよね。あ、いたいた、シェリルか。とりあえず牽制だけしといて。センシティブ、めっちゃセンシティブ。ちょっと待ってくれ、この格殺入れる。よいしょ。もう今ドワイトに当たるんだ。あら、フック。おっと、当たんねえ。いやー、やらかしたね。あそこにドワイトかな。奥に行ってるね。小屋方面にいた。よいしょ、疲労のあるからね。よいしょ。ふう、ドワイト、ん？ドワイトが小釣り？あ、違う、二釣り目か。よいしょ。で、シェリルがね、なんかね、最初から奥回してた気がするんだよね。でもね、そこもちょっと気になるな。あ、まだ回らん。で、こっちが回りきるとなんか、やばそうだったんだけど全然大丈夫そう。ネアを見つけたいね。あのデフォルトスタイルのネア。見えちゃったからな。
よいしょ。よいしょ。オッケー。これも担いで殺しますか。ストライクなし。それはありがてえ。そいつはありがてえ話だ。よいしょ。オッケーオッケー。2試合目にして慣れてきたよ。DPI4800、 2試合目にしてこの慣れ。よいしょ。ちなみにね、1万2000にするとね、もうわけわかんない。いやー、死んだ。これは死んじゃった。あ、これ2400で、いつもの4800にしよう。イタチを決めたいところでありますが、破滅が死んでからの恐ろしいところはね、索敵ガバルト速攻で死ぬっていうところでさね。後ろに1人、あれだね、まだ捕まえてないタイプのレアだね。あ、違う、まだ捕まえてないタイプって。あ、上すぎた。チェイス BGM がちょっとだけ鳴ったね。よいしょ。間に合うかな。一応イタチは決めといたんだけど、あの進み具合だったら間に合わないかもしれない。あ、間に合った間に合った。いや、こっちのネアじゃないんだよな。シリルを見つけたいのよ。距離取った。距離取ったね。あ、シリル。オッケー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 。おい、いやん、いやん。よいしょ。ちょっとセンシティブすぎたんで、このシェリルはね、しっかりとフックに釣りましょう。よいしょ。センシティブ。よいしょ。いや、いいね。まさか2台残しできるとは思いませんでしたが。よいしょ。90来るかな。来そうだな。来そうだけど、まあ、一応あっちの発電機も若干回しているから、ここもとりあえず蹴っとこう。よいしょ。一発とりあえず投げとくか。さあ、どこだい。これ90来てるかな。なんかそこでなんか動いてなかった、気のせいか。さて、ハッチがどこにあるかですが、まだ見つけてないんだよね。でネアが見つけてるかどうかなんだけど、さあ、エンティティ召喚して、死なないということはなんか近くにいそうな気はするね。でもまあ、ここもだいぶ後退したし、よかったのかな。じゃあフックじゃねえわ、ハッチ探しつつですね。あれは回復だね、普通に。他者治療での回復。ないな。さて、あそこの奥は全然回ってなかったっていうか、多分、破滅壊れてからあそこ回してた気配がないので。でもそこ回すんじゃないかな。回さない。じゃあこっちから回って、あそこですかね。シェリル、
ネアもいた。ネアもいたけど、多分シェリルと追っかけっこしてる間に隠れるんじゃないかな。顔出してくんない。こっちまでだね。素直に板使わせよう。オッケー、突っ込みます。出歯かな。おっと、いい判断。やばい、こういう板グルがね、マジでね、インコースつけないのよ。よいしょ、ちょっと探すか、ちょっとだけ。よいしょ。ふうふう。でいつもね、あの好感度にしてるのはね、単純にあの動かせるスペースがないんですよね、物理的に。あの机の上がめちゃくちゃ狭くて。起き上がったのは、起き上がったのは多分ネアが起こしたね。物理的にあの本当にスペースが足りなくて、あの実際この実況を撮ってるマイクとかも、あの右手でね、あの抱える形でね、抱え込むようなスタイルでマイク置いてるんですよね。あそこにネアがいるんだけど、それはそうだね、当たんないね。なんでこれ当たらないのに、ああいう隙間、変な隙間通せるんだろうね。マジで謎なんだけど。よいしょ。あそこね、なんかね、昔なんかの動画で通るの見たことあるのよね。上すぎる。ここの藁の隙間も通せます。うん、ダメだ。奥に流れる。おお、いいね。越える。もう渇望でやったろ。いや、普通のね、通常攻撃がまずね、そもそもね、結構難しいのよ。よいしょ。じゃあするか。もうなんかめんどくさくなってきたんで釣ります。やばいね。ちょっと地下運ぼうか。あの次なんかもしハッチ見つけて閉じて、でシェリルがこっち側でダウン したら、あのゲートまで釣れないんで、あそこか、あそこの方にハッチがありそう。あそこのあれかな、ここっぽい。ここじゃないのか。そこでカラス飛んだんだよ。あれ、これ単純にシェリルも見つけてないパターン。ダメです、ダメです、通しません。よいしょ。というわけでね、好感度でも頑張れば2試合でね、全滅取れるぐらいには扱えるようになると。さすがにね、1万2000はね、これはね無理。これ今1万2000なんだけど、これはね、もうそもそもあのイタクルができない。多分 1センチでこれぐらいだから、1センチで多分振り向きができるっていう、もうそのレベルのね数値なんでね。まあ、じゃあ最後はね、2400いつものに戻して、終わりましょうか。ああ、邪悪と処刑がね、やっぱ斧が当たらないから。というわけでね、好感度は難しいね。あまりね、高くしすぎるのも問題だねっていうことでした。まあ、たまには気分転換でマウス感度を変えてみるのもいいんじゃないでしょうか。まああまりおすすめはしませんがね。
というわけで DPI4800 の世界でハントレスを使ってみたという動画でございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。